エボルブルス属はヒルガオカの属の一つ。エボルブルス属の植物は北、アメリカから南アメリカ、アジアの熱帯地域を中心にお,およそ400種が分布する。日本には在来種のアサガオカラクサイル1762など3種が分布するが一般的に園芸化はされていない。日本国内での流通が盛んなエボルブルス属の植物は アメリカンブルーの名で流通する園芸品種ブルーデイズである。南米原産のエボルブルスピロススをもとにハワイで花付きがよく綺麗な青い花をたくさん咲かせる選抜個体を作出して名付けたもので品種名は青い原惑を意味する。この国際的にも正しい品種名が知らされないまま日本には1980年代の終わりにかけてトライした。 輸入した業者が、命名に勝手な流通名を付けて販売したために、当時はかなり混乱したが、アメリカンブルーというニックネームで流通するように、統一されていった。その後、これをもとにして、国内でも新規に交配改良するものが出てきており、農林水産省などに登録されたりしている。ありがとうございます。